コーナーは僕が即興で弾く伴奏に合わせてたっくんさんが歌詞を見て描き歌を即興で歌います。それに合わせてあきさんとりょうちんさんが絵を描いてそれを僕が当てるというコーナーです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、2回連続僕は正解出しましたからね。おー、3回連続やっていきたいなと思っておりますけども、まあ、絵次第なんでね。絵次第ですよ。じゃあ大丈夫です。りょうちんさんが一番役に立ってる。じゃあね、これはね、はい、動物です。動物動物園にいる。おーおよ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 、大ヒント、大ヒント。いいんですか。いいですよ。いけるいける、どう思う。弱気なんですよ。弱気。さあ行きましょう、はい、どんな曲が来るか。丸書いて丸書いて真っ二つ丸書いて丸描いて、まぶたつ、まぶたつ、丸描いて、ハートが、まぶたつ、さあさあ、雨。今日も名曲が生まれましたけども。これいい歌だね。なんか情緒のある、情緒のある、なんか雨が降ってるのが伝わってくる。丸を描いてる。あきさん、生き物。怖い、怖い、怖い。幼児なんかね、人が足りないよね。人が足りない。行きましょうか。せーの、どう。はい、何でしょう。くれないの豚皮みたいな。ちょっと頭から離れただけ。これは難しいよ。これはちょっとね、真っ二つはダメですよ。書いちゃったんだから、もう真っ二つって言われて困る。こっちはもうまだ書いてる、こっちは。そうね、そうね、後出しみたいなもんだよね。本当だよ。はい、これはね、これは一応僕でも、ね、当てに行きます。そうですね、丸ばっかだったな。丸を2個描いて真っ二つが2回来て、うん、で、また丸描いて真っ二つ、今度はハートが来て、ハートも真っ二つで、レレレのレ、レレレのレ、レレのレをアキさんはなんかもうトトロの模様みたいにしてる。それでね、トトロに引っ張られるんだ。いやでもね、アキさんのレレレのレはね、合ってる、合ってる、これ合ってる。唯一のヒントそれだ。唯一のヒントです、これ。アキさんのレレレのレがね、これ作るんですか、これ。あのね、両親それもうね、あのね、ナイフ持って殺しに来てるんですよ。もう首輪ですね、トゲトゲ。やばい、パンクロッカーみたいになっちゃう。さあ、これは何だろう。これね、でもこれはね、でもこういう時でも当てに行く。もういいや、シマウマ。あー、模様で引っ張られてる。さあ、正解は、はい、フクロウです。あー、そこはね、フクロウでね、フクロウになんかこのわさわさの、わざわざこういう感じにしたかったんですかね。そういうこと、そういうことだった。だから丸がいっぱいあった。そう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 。え、なんで真っ二つなんだろう。ちょっとじゃあ正解、正解を書いてみましょうか。はい、りょうちんさんも書いてみて。そうですね、パンクロッカーも。じゃあ、じゃあパンクロッカー、クッションして T シャツにして。どれ、はい、丸書いて丸書いて、ああ俺その丸もあるかなと思ったんですよ、実は。丸書いて丸書いて真っ二つ、この2つか、うん、で丸書いて丸書いて真っ二つ、1個かけに、で丸書いて、こう丸書くんだね。そうそうそう、ハートが真っ二つ。あ、ここに丸とか。そうだ、ハートが真っ二つ、でザーザーザー雨が降る。これは足ですね。うわ、これずっこい。これは無理だな。で、レレレのレ。レレレの
そう。おお、袋できた。おお、確かに。袋ができました。あ、でもりょうちんさんがちゃんと袋になって。袋っぽくなりました。なんか今までで一番これしっくりくる。そうですね。企画はね面白いですね。これいける。うん。袋じゃない？袋ではない。というわけで、はい、ああ、絵描き歌楽しいですね。はい。また機会があったらやってみましょう。以上、即興絵描き歌のコーナーでした。バイバイ。バイバイ。